皆さんこんにちは、私の YouTube チャンネルへようこそ、お元気でいらっしゃることを願っています。アスタリスクアスタリスクニュース速報、アスタリスクアスタリスク系ポップの世界が再び揺れています。BTS の V が所属事務所ハイブに対する疑惑の渦中に立たされており、期待されていたアルバム、レイオーバーのアナログ版リリースがファンの不満と驚きを引き起こしています。Army は、 フイブに対する回答を求めて結束し、V の将来に何が待ち受けているのか注目しています。このドラマの発端は、V のアルバム、レイオーバーのアナログ版リリース。多くのアーミーがこの限定版を手に入れることを楽しみにしていましたが、主要な市場での在庫不足により多くのファンが入手できず、フラストレーションが高まっています。これにより、 ハイブやその関連会社であるビッグヒットミュージックとゲッフェンレコーズが意図的に V のアルバム供給を制限しているのではという憶測が広がっています。アーミーはこの状況がハイブの V への支援不足の一環だと感じており、V の作品を支持し続けるためにデジタル購入などの代替手段に切り替え、ビルボードをはじめとする国際的な音楽チャートでの成功を狙っています。しかし、 ハイブが V の成長を阻んでいるとするファンの不信感は、SNS 上での不満の声として大きく膨らんでいます。また、アーミーはハイブが V の西洋市場での影響力を制限しようとしているのではないかと疑念を深めています。米国などの主要な国際市場での在庫不足により、V のソロ活動が阻まれているのではという懸念が広がり、 事務所の透明性とアーティスト支援のあり方について疑問が生じています。ハイブの対応不足により、ファンたちはさらに不満を募らせています。長年 BTS を応援してきたファンにとって、このような待遇は裏切りに感じられ、ハイブが V のソロ活動を他のアーティストのために抑えようとしているのではないかという疑いも浮上しています。アーミーは、 ハイブに透明性と責任ある対応を求め続けています。ハイブからの公式な回答はまだなく、この沈黙がファンの怒りをさらに煽っています。アーミーは、この問題が解決されるまで部位を支持し続け、ハイブがファンの声に耳を傾けることを強く求めています。皆さん、今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。感想は、コメント欄に書いてください。 次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。